モルディブ料理ツナは、モルディブ料理において、中心的な食材の一つである。モルディブの様々なカレーと、インドのパラーターに似た、パロッタモルディブ料理は、モルディブで食されている料理を指す。モルディブの伝統料理は、以下の三つの食材もしくはその代替物を、主に使用して作られることが多い。ココナッツは胚乳を下ろしてそのまま。 ココナッツミルクを絞って、そしてヤシ油による揚げ物という形で利用されることが多い。フニゴンディはココナッツを下ろすために使用される伝統的なモルディブの道具である。長く低い台座の端の部分にノコギリ状の刃がついたものであり、刃を前にして台座にまたがり、二つに割ったココナッツの内側を刃に押し当てて、胚乳を削り取る。 国ごんィでおろしたココナッツは水に浸した後に絞ってココナッツミルクを抽出する。ココナッツミルクは多くのモルディブのカレーなど様々な料理に必要不可欠な食材として利用されている。モルディブで最も一般的に使用される魚はカツオであり生の状態でも乾燥させて干物にした状態でも使用される。他によく利用される魚としては体制用焼とキハダ。 シロスゴ、メアジ、カマスサワラ、シーラなどがある。これらの魚は茹でる、もしくは加工して利用される。ツナの加工品の一種モルディブフィッシュは一部分を切り出すか、カツオ節のように削って使用される。カレーには生もしくはまだ柔らかいモルディブフィッシュを厚さ約1 3ト、mm、ルに切って使用する。よく乾燥したモルディブフィッシュは主にグラー、カバーブ、バジヤー、 パタフォリなどのような軽食を作るために使用される。他の当初地域の民族とは異なり、モルディブ人は生の魚を火を通さずに食べる習慣は持たない。モルディブフィッシュはスリランカに輸出され、スリランカ料理にも不可欠な食材となっている。モルディブフィッシュを生産した後に残ったツナの煮汁を煮詰めたペーストはリハークルと呼ばれ、米飯やタロイモに漬けて食べるほか、 料理にも用いられる。モルディブの澱粉に富む食品には、茹でたり米粉に製粉して食べられるベー、タロイモ、サツマイモ、キャッサバのような芋類、パンの木、アダンのような果実がある。芋やパンの木の実は茹でて食べる。アダンの実は、ほとんどの場合薄く切った後に生食する。モルディブ料理で最も重要なカレーは、角切りにしたツナのカレーマスリハである。ククルリハは、鶏肉のカレーで、 魚のカレーとは異なる香辛料の組み合わせを用いる。野菜のカレーにはナス、ヘチマ、カボチャ、ヘビウリ、ワサビの木、未熟なバナナや様々な要塞が用いられる。野菜のカレーには通常モルディブフィッシュを加えてうまみを出す。カレーは普通炊いた米やロシと一緒に食べる。ありがとうございます。